北の陣地皆さんが特別な思いを胸に5時に夢中でピーコさんを追悼しました。多くの人々とが彼の冗談や温かい姫柄を思い出す中、北さんは彼との貴重な交流を語り、二人の深い場に触れました。北さんはピーコさんの生前の死を思い起こし、彼が何度も舞台を訪れてくれたことに感謝の意を表しました。シャンソンを愛する相田さんの舞台にピーコさんはその独特な目線でアドバイスをしてくれたのです。彼はその指摘が敵には厳しいこともあったが、最終的には今日良かったわよと温かい言葉を残して帰ってくる人だったと述べました。おすぎさんとピーコさんという正気のタレントは、彼らの芸能界での影響力を持ちながら互いの個性を際立たせる存在でもありました。おすぎさんは父に辛辣な批評家として知られ、一方でピーコさんはファッション評論家としての感性を生かし、多くの人に愛された人物でした。北さんはそんな両者の違いを愛情を込めて語り、笑いを教えながらたる者にその魅力を伝えました。北さんはピーコさんとの関係を振り返りながら、彼が先輩洗いされていたと冗談狂じりに語ります。その一方で赤田さんは心から彼の私を盗む言葉を続け、本当に死んじゃったらダメだよ、ピーコも早い、早すぎますと感情を吐露しました。番組内ではピーコさんが最後に登場した2021年12月17日の影響が流れ、その後に視聴者は改めて彼の存在の大きさを感じました。画面の中のピーコさんはいつも通りの軽さで、見るものをしつきつける魅力を放っていました。片さんの言葉を通じて多くの人々がピーコさんの思い出を共有し、彼の影響力を再確認しました。友情や愛が溢れる瞬間を思い返しながら、彼の素晴らしい人生に感謝し、心から追悼の役を表しました。